ジークを制御できない。これまでね。完全に水の中だもん。ビッグボス、いい。お前たちという抑止力が必要とされる以上、真の平和など訪れない。ひとときの平和幻想の中で、お前たちは利用され、凌辱され、最後には社会悪として捨てられる。それがお前たちが選んだ道だ。赤ショーン。パス。クリアランク A。 天国の外側。まさかあの子が工作員だったなんて。確かに意外だった。うまく演じたもんだ。 MSF の全員が騙されていた、俺も含めてな。今思えば疑うべきだったが。スネーク、過ぎたことを悔やんでも仕方ない。それよりこんなことがあった時のために今後は対ジーク戦の訓練もしておくのはどうかな。うん。それじゃあ、僕はこれからストレンジラブ博士と話があるんだ。ジークの整備も終わってないし。ヒュイ。お？どうだい、ジークは。姿勢制御 AI をバックアップしてたから歩けるはず。うん、そうか、そりゃよかった。あとは本人次第。ストップ！博士、それ以上近づかないで。ちょっと聞いていいかな。君、僕のこと嫌い？それって告ってるの？そんなんじゃ。そう、なんだ、私ちょうど失恋したところだったんだけど。お？え？私が好きなのは自立した人。私が好きなら歩いてきなさい。奇跡を起こせるはず。恋は盲目ってね。あ、待ってるわ。気長にね。諦めるのか。スネーク、スネーク。あ、あ、ザドルノフの持ってる。パスが最後に言っていたサイファーとは、空の意味の暗号。もう一つの意味はゼロ。暗号を駆使した詩吟と、その中心にいるのがゼロってことか。カズ、すまないボス、あんたに謝ることがある。冷静に聞いてくれるか。ああ、教授のこともパスのことも、俺は最初から彼らの正体を知ってた。カズ、利用させてもらったんだ。じゃあ彼らをコロンビアまで連れてきたのはお前なのか。そうだ、パスは CIA だけじゃない。
裏で KGB にも通じていた。そしてサイファーという謎の組織に。つまり彼女はトリプルクロスだった。そこまで知っていて。待ってくれ。いいか、あいつらのおかげで MSF はここまで大きくなった。まあ、確かにな。俺たちが作り出したこの傭兵ビジネスはいつか世界の経済を支える新しい力になるはずだ。そもそものお前の狙いはそれなのか。いずれ冷戦は終わる。やがて地域紛争やテロの時代が来るだろう。反共の時代から反テロの時代に変わる。その時軍隊は国家から分離し、戦争はビジネスになる。俺たちは俺たちの価値を売る。俺たちを必要とするクライアントは世界中にいる。 MSF はその先駆けとなる。これこそ一つの革命だ。そうだろ、カズ。そう、うまくはいかない。どういう意味だ。今回の事件で俺たちは旧体制の歴史に関与してしまった。東西の諜報機関や政府を経由して俺たちの存在は世界中に知られたはずだ。あのサイファーという組織も含めて。俺たちは時代に干渉してしまった。世界の冷戦下の抑止システムに、どこにも属さない軍隊が触れてはいけない国際情勢に介入してしまったんだ。ああ、つまり俺たちも追われることになる。俺たちを快く思う連中ばかりじゃない。そうだ、俺たちは世界の軍事均衡を狂わせた。俺たちを歓迎しない者たちは国境なき軍隊を排除しに来る。近いうちにな。もはや後戻りはできない。俺たちは古い抑止システムに食い込んだ歯車だ。時代の形が変わらない限り歯車は騒音を立てる。では俺たちは誰と戦うことに。世界の均衡を戻そうとする俺たちの存在を許さない全ての規範。規範ってどこ。俺たちを追ってくるのは決まった国やイデオロギーじゃない。それじゃ俺たちは時代という怪物と戦うことになる。10年前ボスは時代に拒絶され殺された。そして今度は俺たちが試されることになる。時代が俺たちを排除するか、それとも俺たちに時代が協調するか。それは善悪も勝ち負けもない孤独な戦いになる。俺たちが21世紀まで生き残れるか否か、ビジネスを問うのはそれからだ。分かった。あんたとその結末を見届けよう。世界中が俺たちを追ってくる。さあみんなを集めろ。かっこいい。ハマキどこ行った。捨てたのか。1974年11月24日戦略核運搬システム2400機のうちマーブを搭載可能なシステム1320、ノーベル平和受賞。これあれか、ピースウォーカーの時のエンディングと一緒かな。ヒューイ第一子誕生、春と命名。コスタリカ栄養中立を宣言。ゴルバチョフ政権誕生、デタント2ポストレーセンへ。ベルリンの壁崩壊、東西ドイツ統一。パナマコスタリカの説得を受け軍隊廃止、アウターヘブン復帰が1995年か。2005年、カズヒラミラー自宅で何者かに殺害される。
よっしゃエンディング来た。まあ、募る話は後でやろうか。まあ、ひとまずエンディングを見よう。
メタルギアソリッド、ピースウォーカー。これなんだっけ、押さなきゃダメなんだっけ。俺たちは国を捨てる。互いの祖国を捨て、この惑星と一体になる。そこには国も思想もイデオロギーもない。俺たちは必要とされる土地へ赴き、俺たちのために戦う。国のためでも政府のためでもない。俺たちは必要とされているからこそ戦う。そして持てぬ者たちの抑止力となる。俺たちは国境なき軍隊。時代が俺たちの目的を決める、うん、だが俺たちは金で買われることになる。時代が望めば様々な革命や犯罪、テロに手を貸すことになるかもしれない。そうだ、俺たちは地獄へ落ちる。しかし俺たちにここ以上の居場所があるか。ここは俺たちにとっては唯一無二の家。天国でもあり地獄でもある。それが俺たちのアウターヘブンだ。おう、まぶしい。コープスで使えるメッセージが増えました。エントリーゲートのコープスコムにてご覧ください。以下のアイテム、ステルスマット。ステルスマットってなんだっけ？ステルスガン。ああ、これ、あれか！ステルス迷彩を仲間にさ、できるんだな、確か。よし！まあ、前パートの一番最後の方と、まあ、このパートの一番最初でも言いましたが、まあ、メタルギアジーク戦に勝利したということで、まあ、つまりあの、パス倒したということなんですが、これにて、メタルギアソリッド、ピースウォーカー HD の実況は最終回となります。でまずは、ここまで見てくれた方々、お疲れ様でした。そして、本当にありがとうございます。で、まあ、パート1でも言ってるんですが、まあ、なぜこのピースウォーカーやろうと思ったかというと、2015年9月5日に、メタルギアソリッド5ファントムペインの発売が決定となったわけですよ。まあそれの前に、まあ復習を兼ねて、まあやり直そうかなということで始めてきました。で、まあその間にあのメタルギアソリッド5グラウンドゼロズっていう作品もあるんですが、まあ、もちろんその2つもやっていくので、そちらもお楽しみください。では Twitter のフォロー、チャンネル登録いかがでしょうか。じゃあ別の動画でお会いしましょう。さよならー。